ゴールデンウィーク明けちゃったね。だいぶ前だね。だいぶ前だったっけ。いや先週ぐらいでしょ。先週ぐらいだったっけ。でもね、変わんないのよ、ラジオずっとあるから。まあそうだね、俺も別に海外行ってたわけでもないし、あのね、ゴールデンウィークはどこにも行かないのが一番いいのよ。その前にどんどん行っちゃってそうね、街空いてるし。そう ね、そうだよね、うんうん、まあ今日も天気がいいんだけど、ね、今日ね、こんな天気のいい日にね、うん、あの持ってってできるようになったら素晴らしい、うん、ドローンの天才を、お天気影響するものね。ドローンの第一人者をちょっと今日連れてきたんでね、ちょっと聞きたいわ。もうね、ちょっとね、掘り葉掘り聞きたいなと思ってるんでね、うんうん、もう早速ねご紹介しようかなと思うんだけど、どうぞどうぞ。はい、今日のゲストは、ドローンファンドの共同代表パートナーの大前宗樹さんです。はい、どうもこんにちは。こんにちは、はい、もうちょっと映像見てる人はね、ちょっと国籍不明な感じもあるんだけど、本当よ。そう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 、はい、元気？ああいう元気ですよ。いつも元気ですよ。そうだね。オールウェイズ元気じゃないの見たことないけどさ。そうですね。そうそうそう、はい。ちょっと久しぶりだよね、会うのはね。ちょっと久しぶりです。三、うん、年四年。三年四年ぐらいですかね。そうですよね。もう会うたびやってること違うから。ちょっと。なんともつかめないんだけど ね。そうだから、それも遡って聞きたいんだけど、うんうん、まあまず今日は最近のこの一番注目のさ、もう話題も振りまいてんだけど、うん、もうこの間。ドローンファンドも大きな金額をね、そうですね、はい、調達して、はい、おかげさまでですね、52億円という52億だ、はい、ファンドに調達させていただきまして、信じられない。いやもうね、皆さんね、やっぱドローンってまだまだでしょっておっしゃるんですけど、うんうん、これだけの、ね、期待を寄せていただいたと本当にありがたい話ですね。すごいよね、はい、どうなの、その、業界のさ、ドローンの、はい、まあ今最近のこう活発化っていうかさ、うん、どれくらいこう変わってきた感じある？はい、ですね、うん、まあ、今バックリとした質問なんでバックリと返しますけど、バックリと返しますが、素人寄りでいけばいいか、黒人寄りでいけばいいか、バックリとすごい盛り上がってきてます。すごい、もうみんな買うしかないな、そう、買うしかない、なもうこの波に乗るしかないです、はい、もう子供の誕生プレゼントはもう、はいはい、買える金額なの、あ、まあ、でも今価格帯はどれくらいになってるの、まあ、あれですね、例えば、10万ぐらいで買えるものもあれば、あ、そうか、まあ、20万ぐらいでちょっとプロっぽくできるものもあれば、さらにその上行こうと思うと50、60万みたいなのもあったりしますね。はい、そうなんですよ。そうだよね、はい、じゃあプレゼントでもありだね。もう一般にはね、普通にね、家族で一台持ってもらいたい時代だと思うんだけど、はい、まあせっかく二人がね揃って、みんな見てるメンバーもちょっとビジネスサイドや IT サイドも多いから、はい、ちょっとじゃあプロ寄りのね、そうですね、切り替えるけどさ、はい、少しプロ寄りの話を、今回ドローンファンドが、まあ、今回2回目のこのドローン業界に対する投資を実行しましたと、はい、で調達を実行して、うん、あ、調達を実行したよね、はい、でどんなところにどれくらいの規模、どんな業、うんうん、会社、ベンチャー、どんなところに入れて、はいはい、どんなところに今注力して押してってたりするとかっていう、はい、なんか、教えてほしいんだけど、そうですね、じゃあちょっと投資のプロっぽくっつっても、私まだ半年ぐらいですけどね投資のプロって言ってもね、はい、私たちが、うん、そのドローンファンド立ち上げて今、まあ、出資させていただいているというか、うん、まあ、お金をその入れさせていただいている企業というのはですね、うん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 、例えばこうハードウェア、うん、ハードウェアってそのイメージしていただくのは機体とかそんな感じのものですよね、でソフトウェアと、うん、でこれはその、まあ、ハードウェアからソフトウェアまでいろんな会社さんあるんですけれども、まあ、これが一つの軸ということと、うんうんうん、でもう二つ目の軸っていうのがコアテクノロジー、うんうん、いわゆるそのこうディープなところですよね、うんうん、まあ、バッテリーだったりとかそんなことも含めてだったりとかします、うんうん、でそれから、サービスサイドっていうですね、こういわゆるこのいろんなものをこうまとめ上げて、そのサービスを提供するところまでやるような感じの会社さんと、まあ、これが2つ目の軸ですよね、うんうん、この軸に合わせていろんな会社に投資をしていまして、今29社、そうなんです、投資しておりますね、うんうん、例えばその、まあ、上場した企業実はありまして、2018年の12月の21日にですね、うん、ACSL というですね、うんうん、会社がまあ上場しましたと、うん、この会社が得意なのは自律的にこうドローンを動かすことができる技術を持っていると。なるほど。でこうハードもまあソフトもなんですけどね、うん、ドローンに目がついていて、このドローンの目でいろんなものを確認しながら自分で判断して飛ぶことができる、うん、自走していくの。そうなんですよ、すごいね、自律的に行くんですよ。あ、それはすごい、はい、すごいですよね、うん、なので
GPS が効かないところでもうまくその動くことができるんですよ。なるほど。でこれが福島のいわゆるその郵便局のと郵便局の間をですね、うん、まあ、まだそんなに重くないものですよ、うん、それをこうね実際商用利用するっていうことを始めたりとかしてるんですね。あ、すごいね。でだいぶ進んでると思いません？なるほど。全然すごい、全く昔に考えられないよね。そうなんです、まあ、そういう会社もあればですね、うんうん、あとあの私たちがその投資しているところでいうとバッテリーの会社ですね、うんうん、まあ、新しい次世代バッテリーというようなもの、うんうんうん、であのカーボンナノチューブという技術を使って、うん、いきなりこうバーンって充電ができてめちゃくちゃ大容量が作れちゃうみたいな感じの充電そのバッテリーというのは、これあのリチウムポリマーイオンバッテリーみたいなことが今使われているものですけれども、うんうんうん、この要は携帯で使っているバッテリーですよね、うんうんうん、これってよくあの燃えちゃったりとか、うんうんうん、なんか膨らんじゃったりとかっていうのってあるじゃないですか、うんうん、ね、それってねやっぱドローンで見ると怖いわけなんですよ、うんうん、でやっぱ電池がたくさんその要するに容量を持てるようになると長く飛べたりとかですね、うん、やれること増えるので、うんうん、このバッテリーって大切な技術だよねっていう、これコアテクノロジー側でこういう人とこういう会社さんに投資をさせていただいているという形だったりするんですよね。なるほどなるほど。いろんなところに投資してます。なるほど、はい、やっぱり B2C サイドというのは B2B 向きの事業ドメインのところのベンチャーに入れていることが傾向的に多い。そうですね、いわゆるこの、まあ、コンシューマーというか、あのこうで皆さんがおそらく、まあ、買ったことがある人は DJI というのを持っていると思うんです。 DJI の Mavic とかね、そういうのを持っていると思うんですけど、そこそういったところにあんまりその私たちは、投資をしてなくてですね、いわゆるビジネスサイドのこういろんなこう何ですかね、社会課題が解決できそうな会社さんに投資してるって感じですね。なるほど、なるほど、はい、まあ、その人が農業だったりとか、そうです、まあ、建築業だったりとか、そうですね、ということだったりするってことですね。そうなんですよ。なるほど、なるほど、はい、まあ、ちょっとね、先日僕もね 2,3 ヶ月前に、うん、まさにこのドローンファンド、うん、今日来て千葉さんの方がその投資者いたんだけど、うん、セミナーというか勉強会というか、うんうん、あのパーティーがあったの、うん、でそれで説明聞かされてね、はい、もうさっきちょっとその絵も見せてもらったんだけど、うん、もう2025ぐらい、そうですね、いやね、はい、絵があるのよ、彼の表紙の絵があるんだけど、女子高生がねビルの上に立ってて、はい、ドローンのタクシー呼んでる絵なんだよ、はいはい、そうです、はい、これが2025年に実現するだろうって言ってるの、この人たちは、まあ、これもうちょっとだけちょっと早めな設定になってますけど、まあ、そうなってほしいのでだいぶ早めに設定しておくと、うん、徐々に時間が短縮されると思って、ね、ね、ちょっと短縮してますけどね。言わないとできないからね、はい、そうなんです、言わないと、うん、でやっぱり人間ってイメージしてないとなかなか実現できないので、うんうん、ドローンファンドはこの美空かなたちゃんっていうこの主人公を作ってですね、その美空かなたちゃんは、こうドローンといろいろと関わりを持ってるその女の子なんですけど、うんうん、この子が、まあ、こうそのビルの上でですね、ドローンタクシーに乗るっていうような絵っていうのをこう出しまして、でこれがですね、いやそのドローンの空の産業革命というふうなところを発表させていただいたとき、まあ、空の移動革命とかですね、うん、まあ、いろんな経産省を含めた、まあ、いろんな省庁の方々と話をしている中で私たちはこうなるよっていう日本の発表の扉絵になったんですよ。あ、やっぱそうなんだ。そうなんです。なるほど、ね、まあね、クールジャパンっていうふうなところに乗っかってですね、こうね、うまく乗せていったわけなんですけれども、うんうん、まあ、本当にですね、世界中から、まあ、お前らのやってること分かりやすいなと、イメージが一発で伝わるぞと、でこれを俺も一緒にやりたいから投資してくれと来るっていうのが、まあ、ここがつながってですね、まあ、そこまでのインパクトがあると私たち正直思ってなかったんですが、うんうん、分かりやすく伝えるためにこういうイラストをその使って、素晴らしい、はい、やってますね。これは誰が考えたの？これですね、一番最初はやっぱ千葉幸太郎が考えまして、で千葉幸太郎が、まあ、元コロプラの副社長というのもあるの、うんうん、こういったそのイラストを作るっていう方とまあお知り合いが多いわけですよ ね。でその、まあ、ゲームのイラストを作っている方に依頼させていただいて、うん、で毎月2つ作るということをずっと続けてたら大量にこうイラストができてですね、このイラストをバン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 発信してたら、お前ら来るだな、すげえな、最高だなっていうふうにいろんな人から言われるというそういう流れですね、はい、いや本当にキャッチーなんで、後でゆっくり見てほしいけど、すごくキャッチーでね、本当にね、さすがだなっていう感じなのよ。そうですね、本当に何どう2020、まあ、ちょっと早いって言ってたけど、はい、でも2030年までには遅くともそういうふうにタクシー、ドローンタクシー空飛んでる。そうですね、空の移動革命というところの基準、うん、私たちも一緒に、ね、こう作っていったわけなんですけど、うん、その基準の中で考えていくと2024年後5年ぐらいには物の移動、うん、要するに物流はドローンでやれるような世界っていうのはもう当然見えてきている状態なのかなと思います。じゃあ、あとその次の5年、2030年ぐらいっていうのは、うんうんうん、そろそろちょっと高いけれども、人が乗れるドローンっていうものが日本の中でも飛べるようになってくるんじゃないかな、ね、で日本の中でそれにチャレンジしている私たちの投資している、その出資しているですね、スカイドライブという会社はですね、スカイドライブ、やはりこれぐらいのタイミングをターゲット
ットとして人の乗れるものっていうものを出していきたいなというふうに思ってるわけなんですよ ね, なるほどね、はい、じゃあもうそれあの 今開発中なんだ車。そうです、そうです、すごいね、はい、まだちょっとね車っぽくはなってないんですけど、うんうん、でもあの空を飛ぶってことは当然できていて、ああだいぶ大きいものが安定して飛んでるんですよね。はい、そんな感じになってきてますよ、うん、見てみたいでしょ。いや見たい、俺も見てみたいわ。今長生きしなくちゃって思ったんだけど大丈夫かな。あと10年ちょっと。あそうね、頑張るわ。すごいよね。そうですよね、もう長生きせざるを得ないですよ ね, ね、はい、本当に変わってる。まあ、ちょっと今ちょっと華やかなんだけど、まあほら産業側もね、ドローンが大きく活躍の場を広げてる、こっちの方が逆に今ね影響範囲が広がってるかなと思うんだけど、そうですね、特に農業とか、はい、ああいうところでやっぱりドローンが今大きな活躍の場を作り始めてるわけでしょ。はい、そうですね、あのまずそのドローンがなぜ農業にこう、うん、そのうまくフィットして していくっていうふうに思われてるのかっていうところの一つ重要なこの課題の認識を共有したいんですけど、一つはやっぱ農業従事者が減ってきていると、でその上で今までの農業っていうのはやっぱその何ですかね、人にこの人の経験に依存してるんですね、うんうん、いつ頃種まこうとか、うん、いつ頃植えようとか、いつ頃刈ろうとかってことも含めて、その専門性の高いおじいちゃんおばあちゃんが持ってるスキルっていうものが今度ですね、時代を経てそのいわゆるこの継承していかないという問題が出てくると、うん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 、でそうなってくると今度はですね、データを使って農業するとか、うんうん、あとは楽して農業するとかってことが重要になってくるんですよね、うんうん、でこの楽してやるっていうところに対してはこの自動的にやる、その自動的に走行するこうトラクターみたいなものが開発されたりしますし、うんうん、であとは農薬を散布するっていうのもあれね、やっぱね現場で見てるとめちゃくちゃ大変な作業なんですよ。ああそうだろうね、でねかぶりがあっちゃいけないとか、うんうん、まあ、あの農薬ってねやっぱ毒なんですよ、うんうん、でそれを人間が撒いてるっていうのを見てるとやっぱ良くないなと思う部分って多いわけですよね。でこれをドローンがやれると人は楽になるし安全になるし、しかもスピードが速くなって、なるほど、で巻いてる間にもうデータが収集できて、いつ頃、ね、刈り入れればいいのかっていうふうなこと、刈り取ればいいのかってことも分かってくると、うんうんうん、でこれが積み上がってくるとデータでこう農業が動かせるようになるので、うんうんうん、人が少なくて済むし楽ちんになるっていう、うんうん、そこが今日本の目指しているこう、ね、いわゆるこう IT 化された農業みたいな世界なんですよね。そうね、そうだよね、はい、楽しみでしょ。楽しみ、うん、じゃあそんなことだけどもね、ここで一旦この今日の思い出なんだけども、今日はね、はいはい、まさにあの早期はまさにこれを聞いて、はい、まあ、入っていった。そうなんですよ、思い出の曲、思い出の曲ってことなんだ ね, んですよね、うん、衝撃受けたんですよこの曲、まあ、これもちろんプロモーションビデオを YouTube で見たっていうことが一番私の最初 の, その経験なんですけどね、うんうん、あの OK GO というそのです、ね、あのバンドというかそのグループのですね、うん、I won't let you down っていう曲でして、うん、でこれがですね、あのドローンの一発撮りなんですよね。あ、一発撮りなんだ。あれ一発撮りなんですよ。でいろいろと調べたらですね、44回テイクして11回完全にあの一発撮りできて、その中から4本だけ良さそうなのが、ね、その中の1本が最終的に残ったと。なるほどね、そんな感じなんですけどね。わかりました、はい、じゃあちょっと聞いてみましょう、はいはい、よろしくお願いします。いや思い出が詰まってるんだってこれね。俺ちょっと帰ってゆっくりお風呂で見直してみたら、はい、ですね、何回も見てほしいんですけど、ね、見ないとまずいよね、はい、これあの、いや2分の1のスピードで撮影したものを元のスピードに戻す撮影の方法で撮ってまして、ちょっと変わった雰囲気になってるんですけど、本当ね一発撮りでこんなのどうやって撮れるんだろうな。それすっげえな。最後プロモーションビデオではずっと2分間ぐらい無音なんです。珍しいんですけど、でそれがこう700メートルぐらいまでドローン上がるんですよ、うんうん、雲の上まで行っちゃう、うんうん、この時にもう衝撃受けたんです。やばいな、やばいなこれと思ってでこの世界をやっぱこうやっぱ興味持ったってなるんですよ、ね、なるほどね、はい、まあ、これきっかけで入ってて、じゃあさ、はい、ちょっと聞いてる人や見てる人でさ、はい、あのどうすごい勢いでハマっていくじゃない。そうですね、その後さ、はい、そうですね、みんなにさ、はい、このドローンの楽しさやさ、はい、を体験していくためにはさ、はいはい、どんなことをやっていったら、まあ、練習が必要なんだろうと思うけど、そうですね、どういうふうにこう、はいはいはい、買ったえ、うんうん、まずあ、まあ、そうですね、最初まず一番最初にやらなきゃいけないのは何かというと、うん、買います。買いますねまず買いに行ってください、はい、買います、はい、買います。届いた、はい、届きました、うんうん、でまあ、ちょっと、まあ、あの箱を開けて見て、うんうん、できればですね、あどっかの練習できる場所で、うん、まあ、初めて
だったら練習をしてほしいなと思うんですよね。まあ、それはまあ何時間か、うん、まあ、できれば推奨は10時間と言われてますけど、そういう時ってさ、はいはい、どういうとこ行けばいい、河原みたいなところ、公園、ですね、あのドローン練習場でググっていただくと結構いろいろと出てくるんですよ。で、まあ、あのお金払ってやる場所もあれば、払わなくてできる場所もあって、うん、で河原でやってると河川敷でおいおいキミキミっていうふうに言われちゃうっていう時もあったりとかするので、できればそれを一回調べてですね、ドローン練習で、はい、ドローン練習場、うん、そんな感じで検索してもらうと出てくるんですけど、うん、まあ、それでちょっとある程度練習しましたと、うん、ただ練習場って景色良くないんですよ、うんうんうん、一番いい体験してほしいのはやっぱ絶景でドローンを撮るってことなんですよね。でこの私はあのドローングラファーっていう職種作ったんですよ、うんうんうん、で今自分でこのドローングラファーっていうの商標を持っていて、で一度でもドローンで空撮したものを YouTube に上げた人はドローングラファーって名乗っていいって言ってるんですよ。だからもうドローングラファーにみんななってほしいんです。なるほど。これはやっぱ絶景で飛ばしてこんな素晴らしい絵をみんなに見てほしい、どこどこで撮りましたってことを発信してもらえれば、まあ、それはね、あのいい体験になるわけですよね。なるほど。でそれを見た人がまたそれやりたいというふうに思うわけなんです。で、まあ、ただあのやっぱりねこう日本人ってすごく真面目なんで、うん、すごくいいことなんですけど、うん、ここで飛ばしていいのかな、いい場所なのかどうなのかなってことすごく心配になっちゃうので、うん、であのおっかなびっくりでみんなね持ってるのに飛ばさなくなるんですね、うんうん、で私考えましたと、うん、まあ、投資先のそのドローンエモーションっていう会社と一緒に考えて、あのどうせだったらあの絶景で飛ばせられる場所っていうものをリストアップして、まあ、そこで体験してもらいたいと、まあ、絶景で飛ばすって体験してほしいと。 なるほど。なおかつ、まあ、土地のオーナーさんにちゃんと許可をもらうということで言うと、うん、そこで保険を組み合わせて、その保険があるので何かあった時に大仏大事に人に当てちゃいました、うん、もしくは物をちょっと壊しちゃいましたって時も、あ、自分のドローンはダメですよ、自分のドローン落としたら自分の責任ですからね、うんうんうん、だけど物を壊しちゃいましたって時は保険が効くようにして、うん、そこでの体験を素晴らしいものをするっていう、うん、まあ、ソラチケっていうサービス作ったんですね。ソラチケね。そうなんです、うんうんうん、でここで絶景で撮ってほしいと。なるほど。最近あの入ったところのエリアでいうと三重県にあるですね、こう灯台、白い灯台なんですけど、日本は20基ぐらいですね、だいたい20基ぐらい人が登れる灯台ってあるんですけど、その灯台人が登れるんですよ。だから友達をぜひその灯台に乗せて、うん、それを、ね、そうドローンで撮ると、そう楽しいんですよね。くっそ楽しいですよマジで。あのね、吹き込むのうまいね。俺欲しくなっちゃったよ。来週行ってこようかな、しますよ。くださいなって。めちゃくちゃ楽しいですよ。ねえ、そう。空地形です。地形ね。空地形。じゃあ、うん、その次は空地形を見て、絶景の場所を探して、安心して飛ばせる場所で、場所に行く。まあ旅をしてね、うん、一緒にまあ美味しいもの食べて、うん、友達と楽しみながら絶景で、普通に写真撮るんじゃなくてドローンで撮ると。いいね。これいいんすよね。まあ、うまいよ。ね、方が。じゃあ僕買うよ。もう来今週中買うよ。うん、まあ、ちょっとねエンディング近づいてきちゃったからね、ちょっとまああのもっと聞きたいんだけど、まあ早期およびそのドローンファンド含めて、まあこの後の今年、まあ来年ぐらいのなんか活動はい、でまあ言えることあればちょっと聞いてみたいんだけど、どんなことの予定かなんか入っている？あの本当せっかくこうね、うん、52億というふうなあのお金をですね、私どもにその、うん、まあ入れていただいて、うんうん、であのせっかくこの日本のですねドローン、うん、あの社会をですねドローンのドローンでできることを増やしていけるという状況になってきているので、うんうん、いい会社様とお会いさせていただいて、うん、その会社に投資をし、その会社を伸ばすというふうなところをやっていくというのがまず一つかなと思うんですが、うんうんうん、それだけじゃなくて私たちが今考えているのはドローン前提社会という考え方がありまして、うんうんうん、まあ、いろんなものをこうドローンというロボットで、そのドローンってセンサーになるロボットなんですよね。でいろんな便利なことができるけれども、これがどこで使えるのかということをいろんな人たちと話をさせていただいて、うん、より人間が楽をして、うん、でしっかりとこうなんですか、社会のをその維持して生活ができるようなもののためにこうどんどん使える場所を探していくということをやっていきたいなと思ってますね、うん、なるほどね、はい、なるほど、わかりました。ちょっと、ね、もうゆっくり来たこといっぱいあるんだけど、ちょっと今日も入んないから、来年オリンピックだしさ、いろいろ活躍あるよね。全然あると思うよ、はい、じゃあこの後のね、うん、大事な話は、冬の大忘年会で聞くということでね、本当に今日はねありがとうね、忙しいのでね。あ、いえいえ、とんでもないです。もうちょっと聞きたいんだけど、これ時間だから。いや、ドローンラブになっちゃったね。そうだね、うん、じゃあ今日のゲストは、ドローンファンド共同代表パートナーの大前宗樹さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやすごかったね。本当に買う？いや買わないとダメでしょ。いや実は俺んちね、ちっちゃい練習用のは買って、あんだ1万5000円ぐらいのあった。ちっちゃすぎだろ。ちっちゃすぎて飛ばせるんだ、難しくて。でっかいのちょっと買うと思う。なんかレッスンするとこないのかね。ね、ちょっとね、後でちょっとこう楽屋で聞いてみましょう。そうだね、そうだね、うんうん、
いやー、熱く語ってもらって熱く入ったわ。そうでしょ、ちょっと身近になったでしょ、うん、ドローンすごく身近になった、ね、あと、うん、興味津々になった。よし、子供と一緒に遊び物として買いましょう。ね、うん、いいわ。まあそういう感じでね。あと未来があるよね。未来あるね、うん、だいぶ先の未来をちょっと教えてもらった感じ。ちょっと見えたでしょ、うん、さっきのあのね女子高生の話とかさ、うん、未来が見えたよね、うん、ドローンに乗って飛ぶことになるよこれが。だから行けちゃうよ私。あ、うん、ひら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 飛んでればいいよ。何着ようかな。そういうことじゃないね。そうね、はい、こういうところからほらあのラジオ局からこう飛び出てさ、うん、今現状をこういろいろ視察して情報をさ、うん、聞いて発信するってもあるよね。そうね、そうね、ね、そうね。だから今度彼のところにさみんなであのいいとこ連れてってもらいましょう。あ、そんなツアーないのかなって、ほらいっぱい聞きたいこともう止まんないじゃん。そうね、ね、そういうことで。やばいやばいやばい。じゃあ大忘年会、ね、すっかりファン。楽しゅうございました、はい、ね、じゃあ、うん、JJ のあの大人の未来、はい、また次回 ね、 そうですね、また次ね。あの方に登場してもらうことにはなるんだけど、将来の話聞くのなかったね、まあ、ちょっと時間がなかったもん。今日はもうたっぷりだったからもう、ね、うん、また来てくれるかな、うん、ね、来てくれますよきっと。頼んでみよう、はい、ね、じゃあではまた次回、次回3週目に、はい、よろしくお願いします。あ、4週、6月ですね、もう ね、 あ、 ね、 6月だね、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました、はい。見て聞いて参加できるラジオがここにある。見逃せない番組クリスタルシャワー、自画自賛のポジティブ万歳。今日のクリスタルシャワー、あなたにとってお役に立つ情報はありましたか？自分だけの経験だけでは知らないことの方が断然多い。だから合言葉はリンクスでシェアしてコラボレーション。週の真ん中もクリスタル、とっておきな情報ぜひキャッチしてくださいませ。次の番組は大江戸ワイドスーパーアフタヌーン、亀戸にありますアンフェリションスタジオからの放送です。毎週の映像はブログやフェイスブックで掲載しますので、どうぞこちらもお楽しみください。チームクリスタルのすべての情報はクリスタルのホームページ81810.com をご覧ください。お楽しみが盛りだくさんですよ。クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、番組への参加応援大歓迎です。クリスタルシャワー下町スピリット、合言葉はお互い様にありがとう。また来週。ドローンを始めるなら今です。本当に、ね、今やるべきだと思います。今体験しているとこの2020年代ってまたちょっと変わってくるのがあるので、ぜひですね体験してみてください。はい、ありがとうございます。